モタナです。はい、キャンパーブルです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、本日はね、はい、フィジークとボディービル、うん、どちらが優れているのかっていうね、はい、ディベート対決してみようと思います。ディベート、ディベート、おお、議論しちゃうんですか。議論します。どっちがフィジークボディービル、どっちが上か。あ、上か。上か。上か。優れてるか。優れてるか。優れてるか。なるほど。はい。お互いのじゃあいいところを言い合って。そうですね。じゃあもちろんこれはですか？フィジークは？フィジークは。いや、僕でしょ。おー。あ、あえて。いや、どう考えても上でしょ。まあ一番フィジークっすね。はい、誰かどう見るのも上でしょ。フィジーク。フィジーク。フィジーク代表で上原さんが語る。はい、じゃあフィジークを擁護する。なるほど、なるほど。良さいいんですね。良さでしょ。ジョークボディービル。あ、まあ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 。なるほど。ほんなら僕がそれを判断聞いて、はい、どっちが優れてるか、はい、最終的に決めていいですか。そうですね。うわー、これはでもお互いなんかですね。まあ圧勝ちゃうっすかね。マジっすか。マジっすか。え、ほんまっすか。もう自信しかないですよ。おー、マジっすか。フィジークっすよ。フィジークっすよね。じゃあ行きます。行きます。早速じゃあ、ジョベさん、え、それは飲むわ。そうですね、行ってください。ボディービルより優れてるんでしょ。そうです、そうです。いや、まずダントツでモテるでしょ、女性から。いやいや、それ人によるでしょ。いやいや、もうだってかっこいい人数比較してみてください、ボディービルと。明らかフィジークでしょ。いやいやいや、フィジークは別に顔は人によるじゃないですか。ボディービルかっこいい人いますし、言うたら同じ階級の柴田さんとかかっこいいじゃないですか。っていう、まあかっこいい人はいるんですけど、割合を考えてくださいよ。全然違う。いや、割合関係ないです。だってハゲばっかじゃないですか。いやいやいや、ハゲも出ないですよ。フィジークはまずそもそも、うん、あの足ほうやるじゃない、チキンレッグばっかじゃないですか、うん、でバランス悪い、機能性的にまず良くない、はい、って思うじゃないですか、はい、でも足を鍛えへんことで私生活を充実させることができるんですよ。足トレの疲労感とかで私生活と支障出るんですよ、うん、出ないです、チキンレッグは。いや、バランス悪いです、絶対体に良くないです。いや、まあバランスは、まあ、多少悪いかもしれないですけど、ボディービル必死に足取りするじゃないですか、はい、筋肉痛バーンなって、で足取り何時間もして大腸いくないですか。でも下半身って土台なんで、しっかり土台しっかりしてる方が機能性高いんですよ。まず生きる、うん、っていく上で足腰で疲労していくんで、年いったら絶対足腰の筋肉になって衰えてこけたりして危ないんで、その時に足腰しっかり入れた方が絶対ボディービルがいいです。案内がないです、案内がないです、案内がないです。いやいやいや、案内がないです。普通にスクワットできるぐらい、まあチキンネックとはいえ100キロぐらいは軽くね。いやいや、できます。フィジーがチキン100キロできないですか。100キロ今日はできるでしょ、さすがに。でも、まだ浅いっすね。ちょん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 切れないんで、フィジーク。それちょっとフィジークばかりしすぎちゃうんすか。いやいやいや。まあ、80キロを10回できるとしたら、もう十分でしょ、生活で。その、機能性には。いや、でも筋トレなんで、やっぱ全体的に鍛えてこそ、やっぱボディービルディングってことなんで、うん、もう上だけ鍛えてボディービルディングって言うやつはマジでおかしいっす。ボディービルディングって面では、優れてるって面ではフィジークっすよ。何が優れてるんですか。まあ、モテる時点で、モテる、もう生物上でモテてるんで、質も残すことができるんで、人間的にモテてるんで。いつもマジで人によるフィジーク出てる人が顔はイケメンってだけで、それの人が別にボディビル行ってちゃんと足やったら別にそういう人モテるんですよ。ボディビルでも行かないです、モテないから。足やったら、足やると女性から嫌われるんです。嫌われないですね。いや、これはね、多分絶対女性はチキンネックの好きです。チキンネックが好きなわけじゃないですよ。でも足太すぎるってことは結構いびつじゃないですか。だってズボンも入らへんくなるし、私服も合う服装少なくなってくるじゃないですか。入ってるじゃないですか、現に。いや、選んでるっすよ。いやいやいや、そんな太い言うても入らんほどじゃないです。でもやっぱスキニーでシュッとした服装、スーツとかスタイリッシュとかシュッとしたのがやっぱ似合わなくなってくるっすよね。いや、そんなならない、そこまでいかないっす。あとやっぱボディービルは身長がちっちゃい方が有利っていう時点で、人間的にやっぱ高い方がかっこいいじゃないですか。いや、筋肉あった方が絶対かっこいいっす。いやー、そこはやっぱね、身長高いな。筋肉あった方がやっぱ守ってくれるっていう方よりも、下半身しっかりした方がやっぱり土台あるのもしっかり守れる。でもこっちも肩幅、チキンレッグの足パッコン切られて、カーフキックもパッコン。いや、そんな今時喧嘩なんないっす、蹴りとか。やばいっす。肩幅あるんで、こっちでも服着てたらめっちゃ高いです。でも足ヨレヨレなんで、もうすぐ吹っ飛ばされるんです。これ足を隠す、そう。体幹ないから、守ってくれない。すぐ飛んでいく。誰から守るんですか。守らない。見た目だけ。いざっていう時にもうチキンレッグが足バーンって刈られて終わり。もう足、もう足刈られて、もう、あっ、つってんのに。そんな人は悪いとこいないです。でもそういう面でも、ボディービルはまず優れてるし、機能性でもまず優れてるし、はい。年いってからでもしっかりと足腰の筋力あるんで、歩ける、おじいちゃんおばあちゃんになってもこけたりして全然骨折れないって考えたら、まずボディービルがまず優れてるんですね。まあでもボディービルで足取りしすぎて関節とか
言わしてる人山ほどおるですよね。そのトップのトップでしょ。もう偉大な人はもう結構やっぱ足いかれてるんで、で足痛めてこうやめる人もおるんで、結果ここ怪我しちゃってたら意味ないっすもんね。もそこまでやるかどうかって別に個人差じゃないですか。やっぱボディービルといえばね、やっぱそこまでやる人が多いじゃないですか。さすがにフィジーカーはそんなのがあーってならないんで、やっぱアンバランスなんで、その時点で上が重くて下チキンで、その時点で負担かかってるんですよ、膝に。上チキンなんで、上チキンのくせに、あの上だけ重なって、どんどん膝に上げてるんで、明日やった方が一緒なんですよ。よし、じゃあ一旦あれですね、じゃあ最後、ボディービルのもうここ一つ言っときたいっていう、一個の推しポイントを教えてもらっていいですか。一つ、もう一つ、もうこれだけは伝えておきたいっていう、まあ、ボディメイクの時点で、もう全身鍛えてこそボディービルディングなんで、中途半端な時点で、あのその時点でもう論外ボディビルが上っていうのがもう明確はっきりしてるかなっていう。そこですね。はい、どうぞ。フィジークやっぱ私生活を大事にできてこそのボディメイクだと思うんで、やっぱボディビルトレーニングにこう重きを置きすぎずに両方充実させる、これがフィジークっす。なるほど、はい、なるほど。じゃあ議論はこれで、はい、一旦、はい、ハサフィジーク嫌いなんですか。ディベートなんで、なるほど、あのカンプだけまでに潰しがいるんで、なんかフィジーカーめちゃめちゃ嫌いじゃん。だってただの蹴り入れと途中でなんかもうフィジーカー蹴り入れたんで、もうなんか悪口が回る。いやそんな口が悪いと思うんですよ。ディベート対決なんで、対決なんで、対決的にこっちなってなかったですか。もうちょっと暴力的なんで。で上原さんの口からあの日常生活を充実されてるのもあのトレーニング量見てるんで、お互いなんか違和感しかなかったですけど、まあでも、あれですね、優れてる点ですよね。優れてる点です。いや、僕一個グッてきたのが上原さんのあれなんですよ。鍛えすぎっていう、そのボディービルダーは、過度じゃないですか。うん、過度。そこ結構刺さってたなと思って。そうです。やっぱ優れてるっていうところ見たら、確かにそこで関節言わしたりとか、弊害が多すぎるなっていう。そうです。その分、チキンレッグの逆に花さんの、あの、差しが、ちょっと負けてたですね。チキンレッグが逆に僕にとったら、この、なんですか、角に鍛えるのを逆の意味で捉えれたんで、むしろこうプラスに感じるです。もうチキンレッグやからこそ関節をもう大事になってるみたいな。え、でも、上重くなって、高くなってるじゃないですか。まあ、上も、まあ言うたら、そんな鍛えてない。ボディビルダー、比べたら。比べたら。そうなんですよ。そうですよね。だからちょうどいい、もうめっちゃ服も合うじゃないですか。確かにボディビルダーの人ってもう服選んでるなっていう。そうでしょ。着れる服を着てるみたいな。だからそういうなんかトータル面で見たときに、やっぱフィジーか。マジですか。うん、戦闘になったらボディビルダーいいですよ。戦闘になったら柔術の方がいいでしょ。やっぱり戦闘になってフィジークとボディビルダーが戦闘するみたいになったら戦闘前提変わってません。なんでこのこっちの戦闘になってそういうことも踏まえてそういう展開も考えて上でボディビルダー。なるほど。数はそこまでそこも含めてです。そこも含めてですか、はい。なんか将来になった時に確かに足はいざっていう時とかに、はい、いやボディビルダーが優れてる。いざが少なすぎるんですよ。出ますよ。今の時に暴力です。歴史は繰り返すの。まあでもとりあえず畑さんがフィジーカー嫌いないなっていうのは分かりました。いやいやいや。皆さんどうでした。まあ、コメントで教えてください。まあそうですね。どっちが勝ったかっていう、はい、それはもう皆さんに決めてもらいます。そうなんですよ、そうなんですよ。僕はほんまにフィジーカーやなって、あ、そうです、優れてるなと思っただけで、飯尾さんからは1票もらってるっす。あ、そうです、そうです、そうです。あとはオーディエンスの皆さんで、そうそう、ね、それで決めたいですよね、はい、最終、はい、皆さんの1票がどっちになるかで言って、はい、皆さんの清き1票、清き1票っす。そうなるかなー。フィジークに清き1票お願いします。いや、おかしい、おかしい。ボディービルにお願いします。まあそんなおかしないですよ。ジュールスに清き1票お願いします。いや、それは議論してない。そもそも議論してない。はい、ぜひお願いします。お願いします。最後にご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。